靖国神社は体ではなくて魂がこう祀られているところで、その英霊の大義は今大きな声で叫んでいただきたい。白人至上主義に対して立ち向かって真剣勝負したことです。約20年前戦っていた人々の敵はまだこの世界で全世界を支配しようとしていて、その敵は私の敵ですし、その英霊は仲間だと思ってます。参拝するかしないか、その質問自体が私おかしいと思います。こんにちは、吉川里奈です。それでは早速本日のゲストをご紹介いたします。歴史学者のジェイソン・モーガンさんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。モーガンさんですね、こちらの新しい書籍が販売されたということで、ね、この帯にも書いておりますが、英霊は戦犯などではない英雄ですと。英雄です。まさに私たちの代弁者として書いてくださった素晴らしい書籍が販売されたわけなんですけれども、恐縮です。こちらのですね、はい、本の内容にも関わってくるようなことをですね、今日は少しテーマとして扱わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さて、本日は靖国神社参拝をなぜ問題視するのかということについて、はい、お話をしていきたいと思います。まず靖国神社というとですね、東京の九段下から坂道を登ったところにある大きな神社。明治2年1869年に明治天皇のおもしめしによって建てられた昇魂社が始まりですと。第二次世界大戦後、国の管理を離れて宗教法人として独立しているということなんですが、先生も足を運ばれることはよくありますか？そうですね、さほど頻繁ではないんですけれども、コロナ禍がありまして、数年間ぐらい全く行ってはいないんですけれども、初めて行ったのは多分10年以上前初めて行って、イメージとは全く違うところなと思って、平和のところといいますか、はい、アメリカでは教わったのは、靖国神社はもう極右が集まる非常に危ないところだとかって、で行ってみたら、一般国民、お年寄りも割と多くいらっしゃいまして、参拝されていらっしゃる方がもう一般国民に見えて、しかも非常にこう癒される場所、綺麗な場所、あと一番いいなと思ったのは、私動物が大好きですけど、とりわけワンちゃんが大好きで、軍犬っていうんですか、軍隊に使えたワンちゃんたちの魂も鎮魂されているっていうワンちゃんの石像があって、いや、これはちょっとイメージと違うな、いい意味でと思って、で最近は8月15日に参拝させていただいて、行くたびに、いや、いいところなと確認できています。春には桜も綺麗なんですね。とても綺麗です。時々祭りみたいなものが催しがあって、賑やかなムードがありまして、でも普段参拝するときは冷静に参拝するというか、静かに参拝するところですね。神聖な、ね、空気が漂っていますね、はい、漂っています、はい、アメリカの、から見た靖国神社というものの印象というのは、その先ほど極右というお話もありましたが、アメリカの軍隊の方の墓地というような、ああいうイメージとは全く違う存在になりますか？そうですね、多分違うかと思います。これは、複雑な話かもしれないんですけど、アメリカでは例えばアーリントンというところがあって、それは墓地ですね。兵士が葬られている、墓地 で行くと、兵士がしたこと、それをこう重んじて、重視して、その人々のやったことを思い起こして参拝はしないんですけれども、その墓地を訪れると思うんですが、靖国神社はやっぱり体ではなくて魂がこう祀られているところで、そういった意味でもアメリカとか多分欧米の人々が思っている歴史の場所とはちょっと次元が違うかもしれない。あと、歴史的に靖国神社で葬られている方々の多くは、どちらかというとその当時の歴史を考えると、全世界
を支配しようとしていた白人至上主義者に立ち向かって戦った方々が多いんですので、その英霊の大義は今大きな声で叫んでいただきたい。その大義は白人至上主義に対して立ち向かって真剣勝負したことです。その当時のアジアの歴史を見れば、なぜ日本が戦ったかと多分よくわかるだろうと思うんです、誰でも。その時の例えばフランスとかオランダとか、イギリスもそうですけれども、アメリカもそうですけれども、どれだけアジアの人々を搾取してもう殺したりもしていて、どれだけ嫌なことをやって、アフリカもそうですが、それはあってはならないと真剣勝負しようとしたのが日本だけなんです。でもし人種差別はダメだと思ったら、もし人を搾取することはダメだと思ったら、道徳問題として、政治は別に道徳問題として、はい、そうだと思えば、その英霊がやったことはもう賛成せざるを得ないと思います。人間として。それ政治問題では別に、人間は人間に対してそのようなことをやってはいけない。搾取する、奴隷化するとか、そのようなことはもうそもそもダメですので、英霊がやったその大義、なぜその戦争に取り掛かったか、その大義はやっぱり今こそ必要だなと思っています。まあそういった意味でも危険なところだなと多分アメリカからすると思われているかもしれないですね。日本人の、まあ、英霊が祀られているにもかかわらずですね、はい、まあ、靖国参拝というと、はい、やはり政治的な側面から見たときによく問題視されることがあると思うんですが、はい、そのあたりについて先生はどうお考えされますか？そうですね、これは歴史観が全く違うと思って、私はアメリカの南部の人間ですけど、はい、私たちは南北戦争で負けたんです。あの北部の人々に、はい、まあ、ワシントンに負けました。で、私たちも自分たちの兵士の墓地を訪れると、それイコール政治的な行動だとよくもう勘違いされたりします。私たちがその当時南北戦争で、まあ、戦死した人々の墓地行けば、それイコールこう私たちはまた奴隷制度をまた奴隷持ちたいとか、そのようなとんでもない考えを持って墓地に訪れているみたいな、まあ、偏見があるんですけれども、要は戦争に負けたら歴史観がやっぱり異なる、はい、で日本の場合はこう例えば参拝されている方々は私の目から見るともう一般の国民が、まあ、手を合わせて普通にそのような純粋な、まあ、祈りみたいな思いを捧げたいと私はそう思っているんですけれども、はい、全くこう政治の色はないと思いますけど、やっぱりアメリカからすればそれは元敵、しかも非常に強い敵、はい、しかも罪悪感があって、私たちがその敵と戦ってやっぱりその敵の方が正義の側に立ってたかもしれないっていう葛藤もあるかもしれないからこそ、参拝する人々を、まあ、極右とかファシストとか、そのようなレッテルを貼って片付けたいんですけれども、非常に複雑なことで、どっち側に立って観察してことによって考え方が非常に違ってくると思います。私が最初に行った時にアメリカ人として行ったんですけれども、今変な話、日本人ではないんですが、日本人として参拝する意識で、やっぱりその英霊はいいことをやった、どっちにせよ戦争が終わってます、戦争で戦って人々の魂が安らかに聞こえますよって、それは人間の常識だと考えています。はい、まあね、その思いもこちらの、ね、書籍にたくさん詰まっていて、はい、モーガンさんから見られた日本への思いが、はい、やっぱり最後のところにも一緒に戦いましょうというふうに、はい、ね、書いてあって、もうまさにこの国から全てをいただいた人間で、やっぱり靖国神社に行くと80年前90年前100年前120年前戦っていた人々の敵はまだこの世界で全世界を支配しようとしていて、その敵は私の敵ですし、その英霊は仲間だと思っています。で、まあ、靖国神社をめぐってのお話に少し戻るんですけれども、はい、まあ、今年
中国人観光客の方が、はい、落書きをしたというニュースもありまして、まあ、ちょうど今日もですね、はい、昨日また2度目の落書きがあったというようなニュースが あるんですけれども、はい、この政府の対応であるとか、はい、まあ、メディアの報道もそうですけれども、はい、モーガンさんの目から見てどのようにお感じになられましたか？本当に怒っています。もうまずメディアはまずこう本当のことを報道しようとはしないです。でそれはなんとただ物を壊したりとか落書きをしただけではなくて、靖国神社は神社です。はい、それは宗教の聖地です。そこに入ってそのようなことをすることは、言ってみればそれはテロではないかと思います。例えば教会に入って教会のものを壊したりとかすれば、それはただの物事、物を壊したとはちょっと違うなと。でもう一つの憤りを感じているのは政府の対応です。日本政府が中国に対して抗議はしない。あの人を早く逮捕しろとかとまず何も言わなかったですし、また複雑なことですけれども、よく考えればアメリカも中国も靖国神社に関しては同じ立場じゃないですか。アメリカのこう昔の大使は日本の総理大臣に対して参拝するなとか言っていて、今も言ってるかもしれないですし、そう考えたら日本政府は板挟みというか、中国も怖いですけれども、アメリカも怖いですし、何も言えない。その政府は誰の政府なのかと考えています。日本国民は自分の政府は多分いないと考えてもおかしくないと思っています。傀儡政府、そう、傀儡政府ですよ、ね、誰のためにある政府と考えてみれば、いや日本国民のためじゃないなと。日本の総理がこう変わるたびに、はい、まあ、靖国参拝をするかしないかということがよくメディアを賑わせるというところがあるんですが、はいはい、このあたりですね、なぜだかモーガンさんはどうお考えになられていますか？次の総理は自民党から来るしかないじゃないですか、まあ、現実として、はい、残念ですけれども、自民党の歴史をぜひ皆さんに検索していただきたい、はい、もう CIA プロデュース、その自民党です。で、今になってもアメリカンパワーをこの国でもう担当するためにこそ自民党があって、はい、参拝するかしないか、参拝してもらいたいんですけれども、例えば参拝しても、そもそもあの党が日本国民のごまかしている問題がまだ残っているわけです、はいはい、参拝するかしないか、その質問自体が私おかしいと思います。確かにそうですね、もうなぜ参拝していないかと、うん、そのような質問が、そちらを、そうですね、そちらですね。例えば、するべきですね、アメリカ大統領が、いや、うん、私はちょっとアーリントン墓地に行かない、うん、それおかしいじゃないですか、行くか行かないかと、その選択肢自体がおかしくて、うん、大統領としては行くんじゃないかと、うん、メディアがいつもね、そうやって逃がわせているとおっしゃって、うん、そうですね、確かに。でもそれ自体が一つのこう情報統制といいますか、そうですね、国民をごまかしているといいますか、うん、意識をずらすというか、ね、意識をずらしていると私は感じております、はい、アーリントン墓地にはね、岸田さん行かれるのになぜ靖国には行かないのかということをテーマとしてそうです、メディアが議論するべきですよね、本来ならばね。そうですよ、昔の国務長官、あの林芳正が、うん、ウクライナまで行って、うん、戦死者が葬られているかな、うん、ところまで行ってちゃんと手を合わせて、はい、あのお祈りを捧げたんですけれども、うん、じゃあなぜ自分の国の戦死者に対して同じようなリスペクト、はい、を表さないなのかと、それがおかしいと。おかしいですね、これ政治問題じゃなくて、なんで外国でやっていいんですけれども自分の国ではやっていけないなのかって、その日本の体制、従米体制、排米体制 その常識が、はい、いやもうちょっと賞味期限が来てるなと。これだけね、情報がたくさん出てきている中で、はい、もういい加減に、本当に変わらないと、本当に、はい、モーガンさんの出版された書籍の中で、はい、特に皆さんにお伝えしたいメッセージって何かございますか？はい、一言で言うと感謝です。その英霊に対する感謝、はい、あの方々がやったのは全世界がそれを見てすごいと思うべきだと思います。
もう嫌なことがあって、それと戦っていただいたことは感謝です。で、日本国民に対するも感謝です。私はこの国では子供の頃じゃないんですけれども、若い頃から日本に来て、まあ、この国で大人になった、育ったと言えるかもしれないんですが、最後のメッセージは立ち上がれ。こんなに日本人がいじめられている、外国人にいじめられていますし、あと日本人にいじめられています。毎日メディアと政治家、もう完全にこの日本国民をバカにしてますし、軽視してますし、いじめてます、はい。私がそれを見て本当に嫌なんですよ。もう日本人がもうこれ以上いじめられているのか、それ見ていられないと、はい、もう立ち上がって、トランプさん曰くファイトファイトファイト、それはかっこよかったと思うんですけれども、日本人もファイトファイトファイトと言いたかったなと、まあ、簡単に言えばそうかなと思います。アメリカ の大統領選にしてもですね、どこかこう他人事で、はい、トランプさんね頑張ってるなというのはメディアを通じて私たち国民の多くの方も思っておられるんだと思うんですが、はい、どうしても自国の自分たちの生活とは切り離されたように感じていて、はいはい、本当に、ね、グローバリズムは本当に目の前、うん、毎日この日本国民の、ね、苦しませてます、ね、本当に蝕んでます、うん、誰が大統領になってもですね、我々この構図が変わらない限り、はい、日本人はずっといじめられたままの状態であるそうですよ、うん、こう大統領選とかはもちろん重要ですけれども、うん、あんまりもその報道が多すぎると考えています、うん、日本では。そうですね、それは外国のことじゃないです。もちろん同盟関係もあって影響あるんですけれども、うん、そもそもこの国の中から誰がリードを取って日本国民を引っ張ってもっと明るい明日までリードしてくれるかと、うん、それが問題じゃないかと、うん、向こうの大統領選はまあうん、どうでもいいんじゃないかと思います。まあ、本当にね、そういうなんか大統領選を通じて、じゃあ私たちの今の日本どうですかっていうような議論が本当にない、はい、ないです、ね、ないすぎるんです。なすぎるんです、ね、本当に日本人のね、その意識が本当にメディアに翻弄されていて、本当にもてあそばれてます、ね、皆さんが本当にメディアに政治家に、うん、気づいた人が行動していって増えてます、ね、はい、でもこれは確実にこの10年前20年前と比べると、情報もたくさん私たち知る機会が増えた分、はい、気づいた人たちもやっぱり増えていて、増えてます、ね、行動する人も増えている。モーガンさんが日本の政治おかしいとか、まあ、日本の歴史とか、はい、そういったところにですねこう興味を持って、はい、学問として学ばれたようなきっかけというのは、はい、個人的なきっかけかと思うんですが、うん、アメリカ大学に通っていて将来何がしたいかと分からなくて、1年ぐらい私の小さな狭いアパートに引きこもって本を読んでいたんです、はい、どうしようと迷ってて、でたまたま大学にまた戻ろうと思って、うん、で日本人の留学生が来ていて、でその留学生と友達になって、その友達が、うん、国に帰るって言って、私も日本に行きたいと思って行ってみたら、はい、デジャブみたいな、うん、行ったことのあるかのような、うん、行ったことのないし、はい、もうアジアもないし、はい、でも不思議なアットホームな感じがして、まあ、それはもちろん日本人が優しいとか日本人が歓迎していただいたことも大きい、はい、うん、もうそれ以上なんかこの国にが私の居場所かのような感じで、うん、それが大きなきっかけで、うん、まあ、そこからもうどうしてもこの国についてもっと学びたい、うん、まあ、それ個人的なきっかけですけれども、うん、でも学べば学ぶほど向こうで教わったこととこの日本で学んでいることとはあんまりも違う。あ、それも不思議。外から見た日本と中から見た日本が違う。そのギャップは、その溝が本当に広い、はい、深い。じゃあもっと学びたいと思うようになったきっかけかもしれないです、はい、私たち、まあ、歴史を知らないからっていうのももしかしたらあるかもしれないですけれども、はい、日本人ってこう肌の色関係なく来てくれた人をみんな温かく受け入れて、はい、
でもまあ政府は残念ながら、はい、排米主義というか排米保守ばっかりで、多分もう、うん、あの人々は日本人だと思っていないかもしれないです名誉アメリカ人名誉ワシントン人だと思っているような私は気がしますけれども、私のような人から言われたくないかもしれないんですけれども、あなた日本人かと正直に疑問満々で一般人とその政府にいる人たちの感覚が全然ね全く違います。違いますね。本当に違います。本当にモーガンさんにですね最後に、まあ、この書籍を通じてですね、はい、たくさんのメッセージを伝えてくださってるんですが、日本の子どもたちに向けて何かメッセージがあればいただけるとありがたいです、はい、日本の子どもたち8月15日靖国神社参拝した時、はい、やっぱり意外と前に比べて若い、まあ、子どもたちの人数が多いなという印象を受けました、うんね、私もあの参拝並んでいたら後ろに子どもが結構子連れで来られている方がいらっしゃいました。あ、そう思われたんですか、うんうん、私もいや前に比べてちょっと増えているなと思って、うん、もうもっともっと日本の歴史をもっと知っていただきたいと思います、うん、その歴史は本だけではなくて本読んでもらってもいいんですけれども、うん、もう実際に神社とかお寺とかいろんなこう、うん、昔の戦場とかですね、うん、あの行ったり見たりして歴史の重要さを自分で味わってもらいたいなと、うん、もう一つニュースが暗いです、うん、でも私はこの日本の将来が明るいと思っています、うん、その将来の明るさを見つけてもらいたいなと考えています、うん、ありがとうございました。それでは本日はモーガンさんに靖国神社参拝をなぜ問題視するのかについてのお話をお伺いしました。モーガン先生ありがとうございました。ありがとうございました。